たちの量と全然違うんだぞ。やばいやばい、急いでバラを赤く塗らないと。お、誰かいるんだぞ。おっと危ない、塗り残しは首が飛ぶぞ。君たち何か用？それ何してんの？これ見ての通り、バラを赤く塗ってるだけだけど。え、なんでそんなこと？反応がフレッシュで可愛いね。ってよく見たら、君たち昨日10億マドルのシャンデリア壊して退学騒ぎ起こした新入生じゃん。俺たち卒業までシャンデリアのことずっと言われそうだな。しかも君はその日の晩に寮長のタルトを盗んで罪の上塗りをした子だ。学校中で話題のニューカマーと朝一で会えるなんてラッキー。ねねねね、一緒にシャメ撮ろうよ。イエーイ。あ、これマジカメあげていい？タグ付けしたいから名前教えてよ。デューススペードです。エース。グリムとその子分なんだぞ。ほい、アップ完了っと。あ、俺はデュースちゃんたちの先輩で3年のケイトダイヤモンドくんです。ケイトくんって呼んでね。ケイくんでもいいよ。ヨロヨロ。あ、君噂のオンボル寮の監督生になった子だよね。よくあんなとこ住めるね。暗そうだし、マジカメ映え最悪って感じ。ほんと同情する。こいつさっきからちょいちょい失礼なんだぞ。って話し込んでる場合じゃないんだった。パーティーの開催は明後日、遅れたら首が飛んじゃう。ねえねえ君たち、バラを塗るの手伝ってくれない？つか、なんでそんな変なことしてんの？だってパーティーの日のバラは赤がフォトジェニックみたいな。俺次はパーティーでやるクロッケー大会のためのフラミンゴに色をつける仕事があるから忙しいんだよね。フラミンゴに色をつける？変な仕事ばっかりなんだぞ。つまりエースが盗み食いしたタルトは寮長の誕生日パーティー用だったんですね。だからすごく怒ったと。んや、違うけど。違うんかい。じゃあ誰の誕生日なんすか？誰の誕生日でもないよ。明後日は我が寮伝統の何でもない日、おめでとうのパーティー。誰の誕生日でもない日を選んで寮長の気分次第で突然開催されるティーパーティー。なんだそりゃ。とにかく理由はあとあと。今はバラを若くしてくれればいいから。リュースちゃんとグリムちゃんは魔法でやれるよね。エースちゃんと監督生ちゃんは魔法が使えないからこれ、ペンキ。魔法で色を変えるですか？そんなのやったことねえんだぞ。オッケー、大丈夫、リラックス。なんとかなるなる。寮長に首跳ねられたくなきゃ急げー。